阿智神社は、岡山県倉敷市、本町の鶴形山にある神社である。倉敷市中心部、倉敷美館地区の北にある鶴形山と呼ばれる、小高い山の上に鎮座している。古代、亀島、鶴形島などと呼ばれていた現在地に住み着いた、阿智海の一族が作った庭園が、元となったと言われている。かつて、岡山平野は、木の穴会と呼ばれる海域で、当時は、 久保屋群の町里であった、現在の倉敷市鶴型山周辺は交通の要所であったと言われ、そのため海上交通の守護神である、宗方三女神を祀ったと考えられている。境内には、鶴亀様式と呼ばれる古代庭園がある。また、天津岩坂を、はじめ岩倉が多数あり、時館と呼ばれる館の庭には、恩妙岩倉や、水金靴がある。他の建造物としては、 農舞台、芭蕉堂、江馬伝統がある。本殿北側にある、あちの富士は、日本一の大きさと、古さと言われ有名である。そのため、倉敷市の市花に認定され、県の天然記念物にも指定されている。毎年5月3日から5日には、富士祭りが開催されている。鎮座地南麓の倉敷本町、東町は、門前町として、発展。 さらに港町としても栄えており、江戸時代には倉敷大館所が置かれたため神夜町としても賑わい、多くの商家が立ち並んだ。そのため多くの裕福なうじ子が増え、旧倉敷村の総鎮守として、倉敷市内でも有数の大社に発展した。現在も多くのうじ子を抱え、倉敷美館地区と共に、たくさんの観光客、参拝客が訪れる。商売繁盛。 交通安全、美容健康、芸能上達、ありがとうございます。